デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、デメルに聞きたいコーナーということで、今日もビシッバシッと熱く語っていきたいと思います。専門家のデメさん、よろしくお願いします。はい、お願いします。すごいローフラット、ローフラット。はい、もうね1本目ですよね。長いですから、まあまあまあ、まあ、いいんじゃないですかね。はい、ということで今日からまたね、新しい日で撮っておりますけれども、ちょっと音が聞きづらいとか風がちょっとうるさいぞとかあるかもしれませんが、ご了承ください。さて、このコーナー、皆様からのお悩みご質問に答えるコーナーとなっております。今返答期間が1ヶ月から2ヶ月ぐらいちょっと前後しており前後じゃない伸びておりますが、ぜひこの機会に、皆様のお悩みご質問じゃんじゃんバリバリ大募集中でございます。何かけていただけたらなと思っております。さて、今回は YouTube 動画東京マルイスタンダード電動ガン M4A1 でもカスタムした方がいいデメ裏に聞きたいコーナーへのコメントでございます。ちさとさんからのコメントありがとうございます。質問失礼します。素人のお座敷シューターなのですが、なかなかプロのお座敷シューターってのも聞かないですけどね。まあ確かにそこ、まあでも お座敷だったらもうプロじゃないかと。お座敷のプロってことで遊んでる人じゃない。お座敷のプロ。そのあ座敷遊びですね。別にあの畳返しとかの専門家じゃない。まあそれ柔道か。柔道じゃねえな。柔道関係ないわ。畳返し忍者か。東京マルイ限定でエアガンを選ぶ際は見た目が第一で選んだ方が満足度は高いのでしょうか。はい、ガスガンならガス風呂、電動なら次世代を購入する予定です。アドバイスいただければ幸いですと。はい、これね、新鮮なご意見をですね、僕キュウイから聞いたんですよ。キュウイと話してて、男性はダメよって言ったら何がっていう話になると思うんですけど、男性はスペック中だから大体の人がスペックで選んじゃうでしょって。そうするとロマン重視じゃなくなるでしょって言われたのよ。で、確かに俺もスペック中な部分があるので、スペックの高い方を選んでしまいがちだなと思ったんですよ。だから電動ガンの僕らがやっぱ大事にしてるところは見た目とか気に入ったっていうのとっても大事にしてるんだけど、横からこの性能こっちの方がいいですよなんて言われた時に、こっちの方がよく当たるし、よく飛ぶし、弾速もいいしみたいなこと言われると揺れるなとも思ってるんですよ。なおのことサバイバルゲームとかお座敷でシュートをしてて、ターゲットに当たるものが欲しくなるじゃないですか。でその中でなおかつ自分の形が気に入ってれば大満足だけど、形は明らかにベレッタ系のものがいいとか M4 系の方がいいんだけど、性能だけで言ったらハンドガンだったらガバ系とかグロックの方が良かったりしますよとか、あとは長物だったら M4 とかね、いっぱいあるんですけど、それじゃなくて実は当たるのが G36 がすごい当たるんですよとかっていう話になったらどうなんだろうなっていうところはあるんですけど、まあ今ねご検討されてるのがガスならガス風呂って、電動なら次世代っていうことなので、まあ現行で出てるモデルのモデルであればほとんどそういう命中精度の差っていうのは微々たるものだと僕は感じてるんですよ。電動ガンに関しても大きくこう差があるとかはないんですけど、取り扱いのねしやすいしづらさっていうのはそれぞれ銃にはあって、いいところもあれば悪いところももちろんあるんですけども、アドバイス的なもので言えばこの機種がいいよっていうのは正直なくて、東京マルイのものを限定でエアガンを選ぶのであれば本当に見た目で選んでしまっても後悔はしづらいんじゃないかなとは思います。まあ言われる通りじゃないですかね。満足度高いのでしょうか、そっちの方が満足度高いと思います。気に食わない、自分の好みとは全く違うけどこの性能いいんすって言われても、やっぱね満足度は高くならないと思う。
本人ご本人の中ではね。そうだね、M14 とかさ、性能はぶち切り良かったりするけど、長いとか重いとかってあるでしょ。あの形が好きだったらいいけど、お座敷にはまらないとかね、これ一畳からはみ出してしまう。カッカッと一畳で打たなきゃいけない。まずこう部屋に入るときにこう茶室みたいなとこからこう低く入っていくときにちょっと当たってしまうとかね、茶室じゃないと思うけど。まあでもそういうことよね、うん、あの本当に見た目って大事だと思いますよ。まあぜひまずは見た目で選んでいただいて、その後また次に欲しいなと思ったら、まあ大体ねやっぱ長いの買ったら本当短いのみたいなところはありますあるよね、うん、でまた長いの欲しい短いの欲しい行ったり来たりしますからね、うん、みたいなね、そういう感じで選んでもらえればと思いますしね。ガス風呂はちょっとこのこっからの時期はね、丸井さんでもちょっと冷えちゃうとね、あの元気に動かないことはあるかもしれませんけど、まあお家の中で売ってるんだったらちょっと外よりはね、小だけあるね。 MWS だね、お座敷で遊ぶんで。あガス風呂のライフルね、ライフル、まあお座敷でも面白いかなって。あ冬でも、うん、結構いけるし、ね、ちょっと温めてあげればもう快適に、うん、とっても面白いんじゃないかな。電動ガンともまた違った、一緒にお風呂入ってみたいね。やめた方がいいね、錆びるけどね。錆びるよね、みんなあの水にずっとつけとけばいいんだけどね。ずっとお風呂からこうプチャッパ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 ッシールズごっこだねやめた方がいい、絶対やめた方がいい。そうですか、やめた方がいいと思います。楽しいと思いますけどね、やってる時は楽しいけど、あと大変、あと大変、ずっといればいいだけですからずっといればいい、いつもお風呂に入れといて。そうだね、あの、うん、家族が入る時も何これ、え、何これ、え、お父さんこれ何うん、いいんだよそこへ置いといて置いといてて邪魔なんだけどこれ超邪魔だね、うん、M4 だよ、 MWS。 いや分かんねえよは分かんねえよ、普通に分かんねえ。一回出していいこれ。いやダメダメダメ、酸化するからなんかちょっと油とか浮いてない、はい、ご家族に迷惑かけちゃいけませんね、うん、そうですね、はい、うん、お父さんお母さんも殴っちゃいけないし、殴っちゃいけない、こうハンドガードでカリカリドシッと、うん、ダメですね、ダメですね、はい、ということで参考にしていただければと思います。ありがとうございます。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。